続いてのコーナーはビンゴもぎたて情報です。このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りします。今日は株式会社石野再生代表取締役藤井和幸さんと電話がつながっています。藤井社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤井社長、電話でご出演いただくのすごく久しぶりなんですけれど。そうですね、もう本当に帰ってスタジオの方がいいですね電話なんか緊張します。今どこにいらっしゃるんですか？今日は東京へ今着いてるところです。東京ですか？はい。何かこうお仕事の関係で行かれてるんですか？そうですね、私日本石材産業協会っていう加盟協会にですね加盟してまして、はい、で去年から広島県の広島県支部長っていうものを仰せつかってですね、今2ヶ月に1回は東京へ来て、まあ、お墓の勉強会だったりですね、そういった情報交換を今東京、まあ、大阪もあるんですけど、はい、勉強会に来させていただいてます。はい、もういろいろと、もう詳しい藤井社長でもいろいろなこう皆さんと勉強会とかあるんですね。そうですね、今お墓業界っていうのがこう目まぐるしくこう情報合戦といいますか、はい、やっぱ皆さんの考え方がいろいろとあってですね、いろんな方法論であったりそういったことをやっぱり私たちが知ってないと、やっぱりご相談に来られた時にちゃんと的確にお答えすることができないっていうことで、やっぱりまあ、どんな職種もそうだと思いますけれども、プロであればあるほどやっぱり勉強を必ずしておかないといけないかなというふうには思ってますね。なるほど、はい、今回はお墓じまいについてお話しいただけるということなんですけど、はい、お墓じまいの相談やお問い合わせってやっぱり多いですか？そうですね、今一番多い相談の中の一つではないかなと思いますけれども、最近はテレビとか、ね、雑誌とかですね、週刊誌とかでもですね、頻繁にお墓離れだったりとか、無縁墓っていうことをですね、特集していることが多く感じられます。で、まあ、お墓じまいっていうことに、ね、関連した言葉を、まあ、意識しない日は今のところはないかなというふうには思ってるんですけれども。確かにそうですよね、こうインターネットのニュースであったり、こういろんな特集など組まれてますもんね。そうですね、実は、まあ、今日その墓じまいっていうことについての、まあまあ、限定したといいますかね、はい、それに特化した勉強会っていうのに実は東京に来てるんですよ。あ、じゃあ今日東京での勉強会って言われてたのはこのテーマと同じくお墓じまいなんですか？そうなんですね、やっぱりこう今勉強会の中のなんていうの中心って言いますかね、やっぱり一番相談されることが一番多い部分がやっぱ勉強会のテーマの内容になっているので、はい、やっぱり今回もお墓離れっていうことになりましたね。やっぱりこうお墓を大切にしたいっていう気持ちはあっても、現実にはこう難しい環境にある方もいらっしゃいますよね。そうですね、藤井社長、お墓じまいについて特にこう多い相談ってどんなことですか？そうですね、お墓じまいっていうその言葉が先に先行してしまってですね、そのお墓全部なくしてしまって本当にいいのかどうか、これは迷っておられる方っていうのは電話を、まあ、かけてきていただいてご相談いただくときでも、本当にお墓じまいってするのがいいんですかっていう、逆にこう墓じまいっていうのがこう言葉だけが先に出てしまってですね、逆にそれしないといけないんですかっていうご相談がやっぱり多くなってきているので、やっぱりご家庭といいますかね、その家の状況やご事情によってですね、やっぱりお墓じまいをした方がいいご事情の家とですね、はい、まあ、逆に墓じまいっていうことを全く考えなくてもいいんですよっていうご家庭と、やっぱり随分と分かれてしまうような、そんな感じがいたしますね。決断をねこうするまでにはこうお墓やご先祖様に対していろんな思いがありますものね。そうですね、まあ、墓じまいっていうのはお墓を片付けた後ですね、まあ、お墓自体っていうのはなくなってしまうんだけれども、
その中には必ずお骨っていうものが入っているので、はい、そのお骨をどのようにするかっていうことを、まあ、どのようにまあお祭りするか供養するかっていうことを必ず考えないといけないんですね。でその預けるお骨を預ける場所ですね、そういった施設であったりお寺だったりそういったところに、まあ、相談をすると非常に高額な金額を言われてしまったとかですね、はい、まあ、お骨の供養年数、例えば50年、お祭りしていただきたいと思ってご相談に行ってるのに、5年や10年でも、供養は終わってしまいますっていうね、そういった、ちゃんと情報集めもしないで何て言うんだろうな、供養してしまうっていう、まあ、単純にこうお骨預けたらもう終わりだっていう風なことをしてしまうと、まあ、失敗だとだったりですね、ああこれしなきゃよかったなっていう風な後悔になってしまうんですね。だからまあ行き違いっていう部分がお客さん側と石材店側、それからお骨を預けるその施設の方、そういった部分で非常に行き違いが起こってるんですね。まあ、とても残念なことといいますか、まあ、お客さん側がちゃんと調べてないっていうことを言われればそれまでなんですけれども、実際に石材店自体もちゃんと説明をしてあげなければいけないなというふうには思ってますね。それは例えばどんなことですか？まあ石材店側から行くその行き違いの多くはお墓の取り扱いの仕方なんですね、はい、要はお墓をまあなくす、処分するという言い方になるので、はい、処分するっていうと、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、お墓をゴミ扱いする形になるんですね。いらなくなったから捨ててしまえみたいな感覚になるんですよ、はい、だけれどもやっぱりお墓っていうのは皆さんがまあ、ご先祖も含めですけれども手を合わせてきた大事なものなんですよね。そういった、大事なお墓、まあ、魂はよく沙織師って言ってこう生阿弥陀仏とか何々家の墓っていうふうに一番上にこう文字を貼ってる書いてある石がありますよね、はい、その石に魂はこもるというふうに言われるんですけれども、そういった石をですね石材店が大丈夫ですよ安心してくださいって言いながら不法投棄をしたりだとか産業廃棄物ゴミとして扱ってるっていうところが、まあ、ちょこちょこ見受けられる。またテレビや新聞などで、一時ちょっと大きく見出しで出たんですけれども、お墓を不法投棄をしてが困ってる、まあ、自治体ですね、はい、まあ、淡路島の、お墓の不法投棄っていうのが全国でも一番大きな話題になったところではあるんですけれども、そういったところにまあ投げてしまうような、そんな業者が、まあ、広島や岡山でもたくさんあったというふうには聞いてます。なんかこう分からないことばかりだと業者さん任せになってしまう気持ちもこう分からなくはないんですけれど、やっぱりこう、はい、こういう行き違いなどをしないためにはどうしたらいいんでしょうか、私たちは。そうですね、業者さんにまず問い合わせをしたときにですね、まあ自分からの質問だけに答えるような業者さんよりも、じゃあ、お墓どうしたらいいですかっていう時にはこういう風にしたらいいですよなどなんてね、こうアドバイスを逆にしてくれるような業者さんの方が良心的な業者さんではないかなという風に思います。まあ、墓じまいに限らずですね、業者さんに、どんな業者さんにお願いするかっていうことで、やはり全ての明暗っていうのが分かれてしまうんで、やっぱり1社だけではなく2社3社回って本当に安心してお願いできるところを探すっていうことが一番大事なことではないかなというふうに思います。そうですよね、やっぱりこう分からないことが多いだけにいろんなことを、ね、聞いてほしいですもんね。そうですね、まあ、うちにもお客さん来られて相談に来られますけど、うちにだけご相談に来られる方なんかもいらっしゃるんですね、はい、うん、なので、まあ、うちの場合はよかったら他の業者さんも1社2社回っていろんなご意見聞かれてみてはどうですかっていうふうにいろんな業者さんと、まあ、比べていただくっていうのも一つの方法ではないかなというふうに思いますね。はい、で藤井社長にいろいろとお話を聞きたいなと思われる方は、うん、どちらに連絡したらいいですか？はい、フリーダイヤルの方でよろしくお願いいたします。
0120-594-548、 牧羊の御用話でよろしくお願いいたします。ね、藤井社長でしたらあのラジオの方にも毎月ご出演いただいておりますので、うん、なんかあの、はい、ラジオを聞かれた方とかがこう、うん、かけて見やすいというか、なんかちょっとお話聞きやすいこう雰囲気になってるかもしれませんね。そうですね、あの本当にあのラジオのおかげであのラジオ聞いたんだけどって言いながらこうお電話いただく方もいらっしゃったり、まあ、お店の方までね、会社の方まで来ていただく、はい、あのお客さんもここ最近は増えて来ていただいてですね、本当にあのラジオ様々と言いますか、木村さんには感謝しております。いえいえ、こちらこそ、ね、毎月いろいろなお話を聞かせていただけるので大変、ね、勉強になっておりますので、はい、はい、いえいえ、また来月からもいろいろなお話を聞かせていただけたらと思います。はい、あのしっかり東京で勉強して帰りますのでよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。今日はお墓じまいについて株式会社石の再生代表取締役藤井和幸さんに電話でお話を伺いました。ビンゴもぎたて情報、このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石の再生の提供でお送りしました。